宮田町は福岡県倉手郡に属していた町である。2006年2月11日に若宮町と合併し、宮岡市となり、自治体としての宮田町は消滅した。現在、町役場は宮岡市役所本庁舎として業務を行っている。以後、主に消滅前日までの情勢を記す。歴史的に古代から現在の村方市や旧若宮町にあたる地域との 結びつきが強い町である。宮田町は、福岡県の北部中央に位置し、福岡市、北九州市の両政令指定都市のほぼ中間に位置する。明治時代に石炭の採掘が始まり、昭和30年代には人口が5万人を超え市政志向も検討されるなど、炭鉱都市として発展した。中でも一炭鉱夫であった、海島田助が起こした海島炭鉱は、 町の経済の基盤であった。しかし、昭和30年代のエネルギー革命により多くの炭鉱が閉山。1976年には、筑豊最後の炭鉱として残っていた海島炭鉱も閉山し、町は衰退する。1992年に、トヨタ自動車九州が工場の創業を開始する。トヨタ自動車九州が生産数を増産することが決定し、 関連企業が進出している。山陽新幹線が町内を通っているが、町内に駅はない。またかつては町内で旅客営業を行う路線として以下のものが存在したが1989年12月23日に廃止されている。このほか主に海島炭鉱の石炭輸送を目的とした貨物線や専用鉄道もあったがすべて廃止されている。 一般国道はない。また、高速道路として、九州自動車道が町内を通っているが、町内にインターチェンジはない。高等学校、中学校、小学校。ありがとうございます。